ことよろしくね。話そう秘密の作戦みたいに連れてこられた3人の真っ赤な目には大人に隠してた過去がある。怯えた顔で僕は化け物だから私を告げるそんなことはないよって。真っ赤な色は主人公の色だから、怯えていなくてもいいんだよ。面白いこと悩んでは今日も骨ちゃんぶった、ほら見ていて赤いマフラー巻きつけた秘密組織みたい。どうも。